ギアーズ・オブ・ウォー、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 ギアズ・オブ・ウォーは、アメリカのゲーム開発会社エピック・ゲームズが開発し、マイクロソフトから発売された、XBOX360 用のサードパーソン、シューティングゲームである。2007年にはグラフィックスが、さらに強化され、ステージが追加された、Windows 版も発売された。2015年に、リマスター版が発売された。 2007年7月にエピックゲームズ副社長マークレインが MacOS 展版もリリース予定であることを発表したが結局発売されなかった。シリーズの IP は2013年半ばまでエピックとマイクロソフトが半々で所持していたが2013年下半期にエピックがテンセントに買収されたためマイクロソフトがエピックの持つ残りの半券を買い取り マイクロソフトの IP としてシリーズを管理している。メディアミックス展開としてやもされているが日本では未発売である。また、アメリカの玩具、フィギュアメーカーであるによってフィギュア化もされていて、日本でも輸入品が入手できる。タイトルのギアズ・オブ・ウォートは日本語で戦争の歯車という意味。すなわち、戦場の兵士を意味する。英語版では、 主人公の属する軍隊の兵士のことをギア、もしくはギアズと呼称るシーンがある。日本版では、兵士という訳語に置き換えられている。ギアズ・オブ・ウォーは2003年に開発が始まった。当初はアンリアル・ウォーフェア、アンリアル・ウォーフェアという題名の対戦主体のゲームとして作られていたが、早い段階で物語を持ち、拠点を中心に任務を一つずつ達成していく。 公式のゲームに変更となる。最終的にはさらに変更されて、物語と激しい銃撃戦が強固に結びついた一、本堂のアクショアドベンチャーゲームとして開発が進められることとなった。ゲーム発売前は新たに開発されたゲームエンジン、アンディアルエンジン3を駆使した、当時としては圧倒的な美しさと質感を持つグラフィックスで注目を集めた。発売後は、 複雑なカバーアクション。詳細は、攻述をほぼ一つのボタンで行えるようにした簡単、かつ洗練された操作システム、変化と一貫性を両立し、プレイヤーを飽きさせない工夫を越した良好なレベルデザイン、ステージの構成や、敵の配置や、仕掛け、難易度などの設計のこと、随所にある地形へ隠れながら、相手の隙を突き敵を追い詰めていく、頭脳的で緊張感に満ちた等や、 それらを引き立てる重厚かつ静絶な演出や視覚効果などが好評を博した。また、ゲームの遊びとしての部分以外の要素である物語の舞台である地球によく似た架空の惑星、セラの独特の文化や舞台設定、キャラクターや武器や建築物などの個性的かつ密な美術様式、大人のプレイヤーを対象とした戦闘主体のゲームに適した物語なども、 本作の高い人気に貢献している。突如として人類を襲撃してきた重火器や動物兵器を駆使する指定人、ローカストを多種多様な銃と複雑な移動を駆使して撃退していく。戦闘の合間には開かない扉を開けるために探索したり、隅に置いてある弾薬や武器を探して補充したり、必要な物資や機器を捜索したりといった一息つく、ための軽いアドベンチャー要素ある。 会話もアクションゲームとしてはかなり豊富に用意されており、カットシーン、いわゆるムービー以外にも探索中や戦闘中にもリアルタイムで盛んに行われる。仲間の口から戦闘の注意点や最初に破壊するべき、目標や敵部隊の裏に回れる迂回路のヒントなどが語られることも多く、単なる演出に止まらないものとなっている。ゲームはすべて Xbox Live 上でのオンラインプレイが可能で、 キャンペーンの一人用、モードキャンペーンの二人用、協力プレイモード、COO パス2から8人までの対戦モードを選択できる。対戦は途中参加不可能だが、協力プレイは、ホストプレイヤーへの途中参加が随時可能となっており、対戦と並んで好評であった。カズト用モードもフレンドをゲームに招待することで、協力プレイへ移行することが可能。舞台は、 地球とよく似た人類の繁栄する惑星セラ。地下から偶然採掘された液体、イミュルシオンが直接エネルギーに変換できることが判明。人類は安価で無人造のエネルギーを得た。しかし、新エネルギー開発への過剰な投機、旧来の化石燃料を使った技術の開発破棄などにより、世界経済は破綻。そして、イミュルシオン産出国への嫉妬は、 やがて世界大戦を引き起こした。79年にわたる世界大戦の最中、突如として地底より現れた一種族、ローカストが人類に対して総攻撃を仕掛けてきた。人間より大きく醜悪で強靭なローカストは最初の出現からわずか24時間でセラに住む人類の25%を虐殺。エマージェンスデー出現の日の意と呼ばれるこの大虐殺を機に イミュルシオンをめぐる世界大戦は終結。人類の完全なる殲滅のみが目的であるローカストに人間側の交渉はすべて無視され、それまでの戦争で疲弊していた国々は、地中から自在に現れ数々の強力な火器と動物兵器を操るローカとの大軍によって次々と滅ぼされていった。圧倒的不利となった人類はローカストが採掘できない、 硬い岩で形成された地層のある、シンと高原へ退却。そして追い詰められた人類は、化学兵器と機動衛星のビーム兵器で占領された都市を逃げ遅れた市民ごと焼き尽くす、作戦を決行した。セラの地表90%以上が焦土溶かすあまりにも大きすぎる犠牲を払い、どうにかローカストの総攻撃を阻むことに成功した人類だったが、 ローカストの大部分は地底へと逃げ延びており、未だ人類への過熱な攻撃を続けていた。内話、声の出演、日本語版、英語版、コグの兵士は、大半が、筋骨隆々の巨漢である。ただしセラの男性が海巨漢ろいというわけではなく、一部の兵士や、非戦闘員などは普通の人間の体型をしている。プレイヤーは、方向パッド、 いわゆる十字キーに対応した武器を最高四つまで所持することが可能。武器は以下の三種類に対別される。方向パッド左右に対応左右に同じ武器を装備することはできない。方向パッド下に対応。方向パッド上に対応。アクションシューティングゲーム、シューターでは、おなじみの対戦モードは本作にも搭載されている。本作の場合はすべて、 コグとローカストに分かれてのチーム戦となっており、複雑な地形とカバーシステムを駆使して、戦術的な戦闘を行えるように設計されている。対戦では、全員の体力が自動回復するほか、キャラクターごとの有利不利をなくすために、ローカストのキャラクターも全員コグ兵士と同じ大きさに縮小されている。もともと、ストーリーモード同様のカバーを駆使した頭脳的な、 中距離戦を想定して作られたモードであるが、発売後は、ショットガンとダイブ、回避のための飛び込みローディーラン、力を組み合わせた、格闘戦のような近接戦闘が人気となり、開発者の想定外の遊び方が中心となってしまった。このため開発者たちは2作目以降で様々な対策を講じることとなる。対戦人数は2人から8人まで、基本ルールは以下の3種。 発売後にアップデートが行われ以下のルールも追加された。全16マップ。日本語版では以下の相違点がある。日本語版は日本語翻訳のほか、本国版の英語データも内包しており、通常日本語化された箇所、音声、字幕、メニューであるところを、Xbox 360ダッシュボードの本体設定で言語を、イングレイ、英語にすることで、それらを北米版と、 同じにすることができる。ただし、日本語音声英語字幕のような組み合わせは不可。北米、アジアで本作が発売されるや、否や初日から、品薄が続き、その後2週間、欧州では1週間で、売上総本数が100万本を突破。そして2006年12月15日には、販売総本数が200万本を突破したと、マイクロソフトから発表された。 これは2006年までに発売された Xbox 360のゲームソフト中で最速である。さらに2007年1月発売から10週間で販売本数が300万本を突破したと発表された。さらに本作発売から約1年で500万本を突破するメガヒットとなり、その時点で歴代 Xbox 360ソフトの中で4番目に 売れたソフトとなった1位はイローさ3、2位はールオブデューティー4、3位は GTA4。エピックゲームズが2006年までに開発してきたゲームの中でも最速かつ最多の販売本数記録を樹立している。2006年11月22日に Xbox Live でのプレイユーザー数においてそれまでの王者であったヘイロー2を上回り、 現在最もプレイされている XBOX ゲームの地位に輝いた。2006年度に最もプレイされた XBOX ゲームの記録も立てた。賞与においては2007年2月に行われたアカデミー・オブ・インタラクティブ・アーツサイオンセスエアスの10本 H エアス・インタラクティブ・アチーブメント・アワーズにて当時点で歴代最多である8部門を受賞した。受賞したのは 以下の通り、またいくつかのメディアの2006年度、ゲームオブザイヤー、年間最優秀ゲームにも選ばれている。日本でも、日本ゲーム大賞2007のグローバル賞、海外作品部門を受賞している。本作の音楽は、ホラー映画を彷彿とさせる、不気味で不穏な曲調が特徴である。オーケストラ演奏は、ノースウェストシンフォニア、ノースウェストシンフォニア公共楽団で、 同楽団は、ヘイローさんや映画、ランボー、最後の戦場の演奏でも知られている。また、アメリカでは、サウンドトラックが発売されており、日本でも輸入品が入手できる。作曲は、ケビン・リープル、ケビン・リープル。曲数28曲、長さ69分。リミテッドエディションに付属したボーナス DVD の特典映像の中には、楽曲の収録後継が収められている。 ケビン・リープルの公式サイトでは収録後継や楽曲の視聴が可能。本作のデザインディレクターのクリフ・ブレジンスキーがエグゼクティブプロデューサーとなり実写映画の企画が進行中。2009年5月現在予算配分の段階だという。監督はレン・ワイズマン。脚本はクリス・モーガンで彼は主人公であるマーカス・フェニックス役にザ・ロックを希望しているという。 映画、ダイハード4.0に本作が登場しているが、これは監督のレン・ワイズマンがたくさんあった人気ゲームの中から、よくわからないけどクールだと選んだものである。後に彼は、Xbox 360を購入してこのゲームに惹かれていくのだが、このゲームこそが彼が監督を務める次回作であった。また、同志は、ギアーズは、ロード・オブ・ザ・リングのように、トリロジー。 三部作にしたいと語っていたが、しばらく進展はなかった。2016年10月にマイクロソフトとユニバーサルの業務提携によって映画化の計画が再始動した。略称は主に二つ存在し、一つはギアズ。日本ではカタカナでギアーズとももう一つはグヨである。後者はソニー発売のプレイステーションシリーズ向けアクションゲームゴッド・オブ・ウォー。 ゴッド・オブ・ォーと同じ略称であるため、混同を避けるために、ギアーズ・オブ・ォーをグオとし、ゴッド・オブ・ォーをグオとする場合もあるが、徹底されているわけではなくこれら三つの略称が混用されている状態である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。